皆様、イーデル芸術工房の白石裕二です。本日はこちら、ガーナポップジョイジョイトゥザラブ、こちらを使用してチョコレートで QR コード書いてみます。前回公開した QR コードを手書きで書いてみたという動画を見た視聴者の方が、じゃあ今度はチョコレートで QR コード書いてみてくださいよって言って、たくさんのチョコレートをプレゼントしてくれたのである。こんばんはと表示されるシンプルな QR コードを作りました。買ってきた画用紙に1センチのマスを書いてみて、そこにチョコレートを並べていってみたんですけれども、全然はみ出るわ、大きさバラバラやわ、全然無理でした。というわけで方眼紙買ってきました。これ方眼紙ですよ。これなら置けるでしょうと思って適当に並べていってみたんです。そもそもちゃんと対策取らないと全然無理でした。チョコレート立体やからね、なんか横のやつに当たってあーとかなるし、火に当たって溶けるそうになるわ、影ができてどこが黒か白か分からへんわ、しかもサイズバラバラやからもう全然まっすぐなれんし、問題点山積み。まあとりあえず寝て修正案考えようっと。うん、まあいけるでしょ、なんとかなるなる、うん、いけるいける。ホワイナラウンホワイ。買ってきた方眼紙をもとに 1.5 センチの枠を作って、チョコを置く場所に印をつけていきました。あ、ぽいぽい、なんか QR コードっぽくなってきた。これいけるんじゃないかな。やっべ、やべ、やべぞ。きたよろしくお願いします。ありがとう、来ました。